はい、大椿優子様です、はい、ね、だから兵庫県知事選、うん、で立花さんがまあ斉藤さんを応援する形になって、うん、斉藤さん当選したじゃん、うん、それについて文句言ってんなよ。なんて文句言ってるというか、うん、あれか、記事を、朝日新聞の記事を引用してるだけか、うん、一応自分で言のセリフでは言ってない。引用するだけしてるって卑怯やな。自分の言葉では言わへんのね、うん、この人これやるよね、たびたび、うん、でだからそのなんか2馬力実質2馬力とか言ってんのよ、うんうん、立花氏と斉藤氏実質2馬力の兵庫県知事選、専門家は疑問を持ってってさ、うん、え、別にフェアとは言えないからなんなん、え、フェアじゃないって言ってん、その立花さんが応援に回って助力しているのがフェアじゃない、え、なんであかんの、あかんかったら捕まるんじゃないの、うん、別に捕まってないよね、あのほんまさ、お気持ちでさ、あの選挙、この前の都知事選のさ、うん、ポスタージャックもそうやったけどさ、うん、法的に問題がなかったら問題ないってないとしか俺は思わへんけど、うん、それが法やろ、うん、だから選挙っていうのはガッチガチにさ、それこそさ、上りの立て方とかさ、上りに書いていいこととかさ、なんかあるやんけ、もうポスターでもポスター、うん、大きさまで決まってるし、ガッチガチに決まってるわけやんか、うん、でその法律公職選挙法の範囲内でやってることでさ、うん、っていうかさ、そもうミンツクもそうやったけどさ、公職選挙法を破りまくってる方がよっぽど問題じゃないの、うん、なのに公職選挙法に、例えばあの今回のさ、兵庫県知事選でも稲村陣営の応援弁士が腕章もせずに、うん、演説するとかさ、か明らかに公職選挙法をやってる方が問題やのに、もう立花さんなんてもう選挙のプロやからな、公職選挙法を破らへんからね、うんうん、バッチバチに守ってやってるわけやんか、なんで非難されんの、それが意味分からへんだけど、法律にのってバッチバチに、このだから法律選挙っていうのはもうすぐに違反しがちやからバッチバチに決まってんやろ、それ守ってる限り何が分かんの、フェアじゃないとかさ、何お気持ちを入れてきてんのよ、なんか意味が分からへんだけど俺、こういう合理的じゃないことを言い出すやつ意味が分からへんだけど、ほんまに、まあだから大椿優子さんらしいなと思うんだけどな、うん、うん、誰かを当選落選させる狙いで複数人を立候補し、ポスターや選挙カーを増やした選挙運動が可能になる、だからやればいいんじゃないの、うん、うん、立花さんも言ってたよ、だったらやればいいじゃん、立花さんが言ってんじゃないか、ほんでそれに対して斉藤健一郎議員がさ、うん、言ってんの かメディアと足並み揃いすぎっつってさ突っ込んでんの、大椿子さんに、うん、2馬力というなら応援要員候補を出してみたら、いやだからあなた方もやってみたらって言ってるわけよ、それ、うん、1人とは言わず2人でも3人でも当選させられないから、国民はそんなにバカじゃない、俺もそう思うな、うん、しょうもない、なんか負け惜しみって、今回社民党が負けたわけではないけどさ、うん、なんか自分が、あ、だから大椿優子さんあれやもんな、稲村和美候補のとこに応援行ってたもんな、だから悔しいんやろな、うん、でも俺はちょっと大椿優子様が応援に行ったのが足引っ張ってると思うのは俺だけでしょうか、弟子はどう思う今絶対言うと思った今絶対言うと思った俺どっちか言うと足引っ張ったと思ってんだけど、社民党の党首様であられる大椿優子様がさ、うん、なんて言うんですかね、その弟子は全体的な感じはわからないんですけど、うん、例えば師匠が弟子の感想ですよ、うん、あの師匠がさ、あのやっぱりあのツバッキーとは因縁があるわけじゃないけどさ、それでそんなツバッキーが応援に行ったでしょ、で師匠的にはあーっていう感じがあるからさ、うん、あのなんていうんですか、師匠を通してそのツバッキーのあーなところを見た人たちがこうやっぱり当選しな、やばい、そんな人が応援してるんだったらちょっと当選、投票はちょっとって思った部分は、ほんのちょっと微粒子レベルではあるかなと思います。まあ、結構な、うちのさ、
八角部屋で新しく入ってきた人とかもさ、大椿椿のこと知らん人もさ、俺が椿のこと話題にするから結構興味持ってくれてる人がいるからな。あ、うん、あのそしたら師匠、あのその因縁の対決を見てもらった方が。だ因縁の対決な。じゃ因縁の対決興味持ってどこにあるんですかって言うからさ、うん、だから常にだから大椿様絡みの、うん、動画の説明欄には因縁の、うん、だから因縁の対決の部分を切り抜かなあかんのかな、うん、ひょっとしたら、うんうん、ちょっとな長いしな。まあでもまあええやん、一部始終を見てもらうのもええやん。そうですね、うん、俺がどっからツッコミ入れたとかさ、うん、うん、まあええねんけどさ、あれはね直接対決ですからねとか。ほんでそのそれに関して、うん、だから斉藤議員がさ、国民はそんなバカじゃないって言っているのに関して、うんうん、直接は話しかけないのに X ではいろいろ言ってくるって言って、だからあれやろね、同じ参議院議員やからさ、うん、会うんやろね、うん、多分ね、参議院会館とか。あ、そっか、だからそのこと言ってるんじゃない多分、うんうん、に対して斉藤健一郎議員が、今度お食事でも行きましょう、4位から比例繰り上がり同士でライブ配信でもしながらっていうデートのお誘いです。え、それのお返事はない。ない、あるんかな、わからん、あるんかもしれん。あるんかな、多分ないんじゃない、この続きあるんかな、もう終わってんじゃない、うん、だから斉藤健一郎さん、大椿様ってさ余裕ないやん。いつも余裕ないやん。だから俺がそのいつぞやの梅田ヨドバシ前の時も全然余裕なかったやん。たかだか一般人である俺のさ、ツッコミに対してさ、あんたの言い方が偉そうなんだよとか言って言うぐらいのさ、ブチ切れ女王やんか、余裕ないやんか。なんかあの俺のツッコミぐらいさらっとかわしたらいいのに、ブチ切れてくるからねこの人。だからこれで終わってんじゃない、これこっから先どうやって見たらいいのかわからへんけどさ、まあ、パッと見ないよね、もうここでなんかキーってなって終わったんじゃない、うん、でな、で失礼な大椿様は5位ですよって言ってる人がいるんだけど、これはちょっと間違いで、この大椿様が繰り上がった時の順位は4位やね。それはなぜなら福島みずほがおらんかったからね。大椿優子様は5位やったのは2年前の福島みずほが出た時の順位や、だから4位で間違いないね。繰り上がった時の順位は4位で間違いない、ね、それはなぜかというと、その時は福島みずほがいなかったからっていうね、まあっていう大椿様なんですが、面白いよね。この後どう、まあ、返事してないんやろな多分、おそらくね。まあ斉藤健一郎議員がさ、せっかくデートのお誘いしてんやから、ここで分かりました、参議院会館のさ地下にレストランあるからさ、参議院会館の地下のレストランでお食事でもしましょうって言えば大椿さんも、あ、余裕があんやなと思うけど、ないから。だから棚ボタとか、繰り上げ当選のことを棚ボタとか言われた時もさ、棚ボタじゃありませんとかして、もうムキになって反論するからね。あ、だからさ、普通余裕見せる、余裕がある人はさ、あ、確かに棚ボタですねっつって、でもその棚ボタを受け取る位置に、棚ボタを受け取るポジションにいられたことが良かったと思いますぐらい言えばいいのに、棚ボタじゃありませんって必死で言うからね。余裕ないからねこの人ね。で、来年か、来年で任期が終わんのよ大椿優子様は。せっかくの参議院議員も、本当なら真っ当に当選していれば6年間その今日地位にいられたけど、もう終わるんですわ。楽しみですね。まあ4位なんやろな。次は福島みずほが出てこへんからさ、4位やと思うよ。以上です。はーい。